関西電力の幹部らが多額の金品を受け取っていた問題を調べている第三者委員会は今日、大阪市内で会見を開き、調査の状況などを説明しました。量的に申し上げれば、5合目は超えたかな。質的な意味で申しますと、わからない。第三者委員会の多田木圭一委員長は、年内に結論を出すのは全く無理と述べ、最終的な報告書の取りまとめの期限を明言しませんでした。